よいしょ。はい。お晩でございます。佐渡伊藤酒店晩酌151円。今夜も佐渡島からお送りします。11月の26日、火曜日です。さっき、1本目は3本並べて、その中に真ん中に置いといた、これがどうしてもやっぱり、おすすめ。この冬もしかしたら一番のおすすめになるかもしれんという酒なもんで冷てえな、また持ってきてしまいました。品目清酒と書いてありますが、はい、しつこいようですが天領杯純米吟醸搾りたて生原酒です。まだオリはこっちの方は溜まってねえか。これを飲んだ瞬間に思ったのが、まあ、さっきも言うたかな、酒蔵でこう絞り、醸造しとるとこにこう船口のとこからこう出てくる、ちょろちょろ出てくる新酒というか絞りたての生原酒をこう、まあこれコーヒーカップだけど、まあ、聞きジョコみたいなのペラッと当てて、出てきたその匂いは、これはコーヒーの味、匂いですけど、その時嗅ぐ匂いっていうかな、それから飲んでみる味、冷てえとこ飲んでみる味、まあ、冷てえてしっかりまあ味があるっていうことはもしかしたら缶には無関かもしれんけど、まあ、冷てえまま飲んでもらうには最高なんじゃねえかなと。酸味はまあ比較的抑えられとって、まあ、ちょっと甘みもあってということで、これは蔵元当時さんの相談した上でのなんかこう設計、味香りの設計なんだろうと。まあ酵母はあの9号系とその案内には書いてありました。去年は7号、今年は9号だっていうことで、やっぱり、まあ、去年のと香りの質が全然違うなという感じで、こっちの方が一般受けはするんじゃねえかと。まあ進めとる人間の好き嫌いはともかくとして、こっちの方が誰が飲んでもまあ、うまいもんだ、酒っちゃうめえもんだなと感じるんじゃねえかなということで、それもやっぱりそのこの酒ほんと酒蔵でこうやって飲んだ時の味をどうしても思い起こしてしまうぐらいに、なんかこういい味が残っとるつか、ほんと絞りたてのそのまんまっちゅう、そんな感じがします。一升瓶だとまあ3000円の消費税で3300円になるわけなんですけども、まあぜひこれを飲んで、まあちょっと酒蔵に行ってきたようなつもりになれるんじゃねえかなと思うんですわ。まあ行ったことのねえ人になれって言っても難しいんですけど、まあこの酒をきっかけに、日本酒に興味を持ってもろたり、酒造り酒蔵に興味を持ってもろて、まあうち来てここへ来て、そういう話、酒造りの話とか、酒の話、仲間の話、酒好きの仲間の話なんかをしてみてはどうでしょうか。今回ここの蔵の酒蔵見学も予定しとるんですけども、まあ、どういうことになるか分かりませんが、この酒は本当飲んだ瞬間に、ああこれはもう酒蔵で飲んだ、しつこいようですが酒蔵で飲んだ酒だなと、飲んだ時の、そのっていう印象がものすごい残ります。ぜひ、やってみてください。まあこれ冷てえまんまで行ってみてもろていいんじゃねえかなと、そういう酒です。天領杯の純米吟醸、絞りたて生原酒の話でした。以上、佐渡伊藤酒店晩酌151でした。